一緒にいることも多くなって、だいぶね、うん、思い出が増えていったわけですよ。増えたな。 LINE のさ、写真アルバム久しぶりに見たんでしょ。結構面白い写真がいっぱい出てきて、 Twitter とかにも上げてない LINE 上だけの写真が出てきたので、今日はそれを公開しちゃう。言ったのよ。ガッチガチのプライベートの写真がちょっといろいろ多分出てくるので、見ながら思い出を語ろうと思います。ね、じゃあこっちに、こっちに、こっちに。一番最初は、はい、2017年の11月。おお、結構前だね。3年前滑舌どうした。じゃあまず1枚見ていきましょう。ででん、懐かしい、めっちゃ覚えてる。めっちゃ懐かしい。なんか2人で舞台の本番終わった後に、でうちらめっちゃもつ鍋好きなんですよ。もつ鍋好きで、もつ鍋が劇場の近くにあって、食べ行こうって言って食べに行った時の写真。初めて2人で舞台、初めてだと思うこれ。うわ懐かしい。こん時めっちゃ爆笑したんよ。ドアを破壊して、そうこうやってガラガラガラって横にやる扉だったんだよね。だけどあの、なんだろう、和風のさ、いかにもガラガラの扉じゃなくて、梅子が出る瞬間ガーンと持ち上げて、ドアビヨンってドアそのままこう持ち上がったよね。そう怖かったよね。あれ私も笑いすぎて息できなくて、その場でしゃがみ込んでたもん。あれはマジでヤバかった。この後もあやとバイバイして、そしたらなんかいきなり送られてきた写真がこれです。じゃん。やばない。もう私あのホーム、これアップにしたのがこちらです。じゃじゃん。自転車のサドルがホームに落ちてたの。そんなことあると思って写真撮って速攻夢くんに送ったのよ。ちゃんとあの参考画像でサドルってウィキペディアで調べて。いらんやろ。あのこれ出していいですか。どれ、せーの。こちらです。やばくない。私があの待ち合わせしてて、で今美容院 Now みたいな感じの LINE を送ったんですよね。だから私の写真になぜかこの落書きをして返してきた。ひどいでしょ。なんかでもこの頃さ、あやの顔に落書きするの多分マイブームだったんだよね。しかも下手くそに書くじゃん、 A の前はずなのに。あ、これね、ててん、こちら大量のポテトを目の前に。なんか2人で舞台見に行ったので、舞台を見に行く前にファミレスでちょっと軽くご飯しようって言って、私たちポテトが大好きなんですよ。もうとにかくポテトが好き。2人それぞれフライドポテトを頼んで、そう食べるっていう。何これ出そうよ。いやだよ、これ出そう。私たちの出会いの写真だよこれ。確かに、むしろ出会ってない頃の写真だよそれ。出会ってるわ。だってこれ撮影の時だから。あ、そっか、こちらです。じゃじゃん、かわいい。一番最初に共演した作品で、その時の梅子。しかもこれさ、送ってんのあやじゃん。そうだよ。なんでだよ。見つけたみたいな感じだわ。え、若っ。なんか若いね、髪黒いし。これ梅子だよ。私これだよ、梅子だよ。こちらです。これ一緒に美容院行った時。そうそう、爆睡してる梅田です。すごくない？私美容室でこんなにちゃんと寝てる人久しぶりに見た。え、かわいい。子供みたい。七五三みたい。子供みたい。かわいい。すごくない？うん。なんだこりゃ。かわいい。おさま。あ、これ美容院後か。美容院後だね。うん。あ、またポテト食べてるわ。やっぱ二人ともちょっと若いね。若いね。そうだよね。ちょっと待って。あ、出た。ででん。また小学生みたいなやつ。これマジめっちゃ面白いやん。でもこの鼻ひどくない？なんで鼻の穴こんな黒くなっちゃったの？ゴゴ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 ゴ。なんか意味わかんない写真とかあるね。意味わかんないの、めっちゃいっぱいあるよ。なんでなんだろう。なんで日本地図送ってんの？それこれどこ？え、三重県からそれ。あ、そうなんじゃない？三重県から。三重県ここだよっていうあれかな。なんかこれが。あやが描いた日本地図。私が描いた日本地図。やば。あ、懐かしい。これはこれ懐かしいですね。せーの、でじゃん。梅子のキャラクターがこの前髪のね、こういうやつだったの。それを真似して私が撮って前髪をね、懐かしい。ねえ、何これ。何これ全然意味わかんないんだけど。
それそれそれ、それね、さっきの写真の梅、大梅が描いたんだもんね。どうしてえ、どうして、しかもさ、これさ、あやのさ、地毛の上に描いたの適当すぎない？やっぱね、落書きするの流行ってたんだよ、梅の中で。来ました、これはあれですね、行きましょう、せーの、でで、二人で初めての温泉旅行ですね。初めて二人で行ったんだよ。しかもこれ行った日、確かね、ハロウィンだった気がする。10月31。そう、だからちょうど1年前。そうだ、ちょうど1年前か2年前だよ。1年前か2年前ど2年前だ2年前。え、これから2年経つの、やばくない、やば。温泉入って、温泉のさ、畳みたいなさ、はい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 、食事どころみたいなところで、あのポテトを2皿ぐらい頼んで食べた食べて、で、うとうとしてる梅子を私がニヤニヤしながら撮ってた、梅子が寝てる、ポテト食べて寝てる、こう赤ちゃんじゃんみたいな感じで撮ってたの、すごい覚えてる。これが 100% 松阪牛ですね。松阪牛だ、多分あやに自慢しておくと思う。違うよ、食べさせてくれた時だ。ほうこちらです。じゃーん、これあやにサプライズで誕生日パーティーをしたんですよ。写真だとは分かりづらいかもだけど、一生懸命飾り付けしてるの。でもさ、これ今見ると超すごくない？だったっけな、私が、だってもうこれ夜中の3時56分、止まったもんね。そう、また3時56分にお邪魔して、でこの松阪牛を食べさせて、そう、ステーキ作ってあげたの、梅が。そうなの、焼いてくれたんだよね、初めてこの手作り料理を出してくれたの。え、うちらこの頃の方が仲いいんじゃね。でもさ、カップルってそうじゃん。あ、そっか、最初の初々しさでちょっと頑張るみたいな、うん、確かにあるじゃん。あ、それはある。でもいや、ちょっと待って、カップルじゃないからこの時の松阪牛のステーキに添えられてたポテトはマックのポテト。マックのポテト買ったよね。そう、うわ、これも懐かしいよ。これこれは2年前のクリスマス、当日だよ。ミッドタウンのイルミネーション2人で見に行く。私のクリスマスも一緒にいるのかな。いるかもね。あ、何これ、これあれだよ、梅宣材写真やったらしいの撮ってたんですけど、これ使ったっけ、使ってない。そうだよね。そうで、梅がこれ撮ってたら、うん、なんとででん、あやも同じような同じような色合いで同じ時期に宣材写真を撮るっていう、ね、そう撮ってて、一緒やんみたいな会話をしてて、え、なんかでもこれいいよ、なんか清楚。これだよ、あった、出てきた出てきた、温泉でうたたにしてるやつ、こちらです。いや、携帯片手にマジで撮るやん。爆睡。いやいや、もうガチねやん。ガチねやん、それ。そう、愛おしくないこれ。あ、これ、あ、これはもう最近ですね。でね、これは今年にあやの誕生日プレゼントで梅があげたスウェットをかっこよく着こなしている水崎あやです。そう、私もうこれさ、マジで着すぎてさ、うん、ちょっと毛玉になってきたって。でもこれ可愛い、マジで、マジで可愛い。あ、これトンペ焼き、これじゃない、お、トンペ焼き。前にね、あの動画でトンペ焼き作るの一番得意料理になったみたいなやつの、うん、トンペ焼き。じゃあ、これはもう最近だね。もうだって2020年の、うん、まあでも2月か、うん、稽古中だね。え、これあれちゃん、ビタちゃん始めたぐらいちゃう？いや、もうそうだと思う。だって2月21だから、うんうん、ビタちゃんっていう名前に決まって、うん、ビタミンじゃんってなって、これもらったのかな、これ。多分そう。そうだよね。うん、もらって、二人でビタミンで取ろうって言って取ったやつだね。なんかさ、でもちょっと若くない、やっぱり。若いね。若いよね。こんな数ヶ月で老けんの。濃密な時間を過ごしてるということで。そうだね。うん、うわー、懐かしい。ということでね、ざらっと振り返りましたね。もうだん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 プライベートが侵食されてってる感がすごい。いや、本当に。じゃあちょっと、うん、さあ、ちょっと待って。え、どうして？もう写真紹介終わったか。ルック一緒。痛い。今回はさ、写真を振り返ったけどさ、うん、いつかトーク履歴もさ、トーク履歴、トーク履歴。うちらって LINE のテンポめっちゃ早いの。早い、めっちゃ早い、ほんま、ポンポンポン、なんか長文ではそんな送んないよね。送んない。もで、それでいつも梅が唐突におやすみって言って。そうなの、こんなに盛り上がってた
のに急に突き放されて寂しくさせるの急に毎回それお決まりだよね、うちらの。最近もやった気がする。一回最近あった、うん、でもねちょっと慣れて、うん、あもうこれは何言っても寝るやつだマジカップルまあまたね2,3 年後ぐらいにさ振り返れたらいいよね。そうどうしよう、なんか、うん、どうなってるかな、もう冷めた夫婦みたいな梅子に飽きられないように、可愛い彼女を演じます。ダイヤに浮気されないように精一杯尽くしたいと思いますめっちゃ尽くしてくれそう。はい、というわけで今回の動画が面白いと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして感想コメントもお待ちしてます。それでは本日の動画はここまでです。せーの、ビタちゃん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。